はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日は7月の5日です。火曜日かな。で、今日はね、午前中病院に行きまして、その後ね、田んぼの草取り、昨日の続きやりました。で、最初調子良かったんですけどね、1往復して、2往復目片道半分ぐらいまでやったところで急にエンジン止まっちゃいまして、わかんないんだよね。エンジンはすぐかかるんだけど、で回転もするんだけど、回転始まると、動き始まるとエンジンが止まっちゃう。なんか急にもうパワーがなくなっちゃったような感じ。それでエンストしちゃう。回転部分が、回れなくてね、そんな感じが続いて、もうしょうがないんでね、もう田んぼの途中で戻ってきました。だましだまし何回もエンストしながらね、そんなわけで、もう今日はね、午前中は作業服だけ汚してね、全然、仕事がはかりきませんでした。でもうしょうがないんでね、機械の方は農協さんに置いてきました。で、まあ思い当たる原因っていうのは、もしかすると燃料ストレーナーがもう詰まっちゃってて燃料がいかない。だからエンジンはかかるんだけど、負荷がかかってちょっと燃料が必要になってくると送られてこないんで、エンストしちゃうみたいな感じですよね。で、やり始まった時に、燃料タンクがやっぱりちょっとは割れてんのかな、少し燃料漏れてました。で、まあとりあえず1回草取り終わってから修理に出せばいいかなと思ってたんですが、1回目終わらないうちにね、動かなくなっちゃいま、動かなくっていうかね、使えなくなっちゃって今修理中です。で、もうね、午後機会がないんで、これからね、草刈りをちょっとね、やりたいと思います。ちょっと午前中のショックから立ち直れていないんですが、まあね、気を入れ直して、田んぼの草取りを後回しにして草刈りからスタートしたいと思います。今日もね、よろしくお願いします。草刈りの方はね、また別動画になります。